昨日もね、ちょっとお話しましたが、ひとりさんがね、感謝してますの言葉を、もう一生のうちに一回でも言葉に出して、こう言うとですね、まあだから誰かいる時とかね、相手に向かってとかそういう時に感謝しますっていう言霊をね、言葉を言うと、天国に行けるよっていうね、ことを教えてくれて、で、その後ね、ひとりさんがなぜ天国に行けるかっていう話を教えてくれたんだけど、私はですね、ど忘れします。昨日ね。そして今日のお楽しみ。あ、そう、今日のお楽しみで、とっといてですね、このまま進行してます、あ、進行ね、するとまた忘れると思うので、今忘れないうちに、よろしくお願いします。言いたいと思いますが、そのね、感謝しますって言葉をね、言うと、なんでね、天国に行けるかっていうと、要は感謝してますって言葉をね、ちゃんと言える人っていうのは仏心があるんだって。仏心です。仏心があるから天国に行けるんだよっていうことを教えてくれてですね。だからもう、だって感謝してますって言葉を言うだけでね、仏心があるから天国に行けるんだよってことを教えてくれたのをすっかり忘れておりましたが、で、ひとりさんにも今日ちゃんと確認してですね、そうだよってひとりさんからもちゃんとお墨付きをいただいてですね、今日ちゃんと話しようって思ったんですけど、で、皆さんこの感謝してますなんだけど、いや、実はね、ひとりさんのお話って最先端でね、すごい画期的だなと思うんだけど、何が画期的かっていうと、感謝します。皆さん、やっぱ字とか、なんだね、例えばほら、なんつう、割り箸の封筒とかさ、カレンダーとかさ、なんかそういうところでは、街の至るところで、こう、字で書いてあるの見たことあると思うんですよ。ただ、何が最先端で画期的かっていうと、ひとりさんは、感謝しますを言葉に出して言うっていうのは、すごく画期的で、で、じゃあ、これは例えって言うとですね、ひとりさんが前教えてくれたんだけど、そのラーメンってあるじゃないですか。ラーメン。ラーメラーメン。で、最初はほら、多分ね、日清の社長が、その普通に作ってるラーメン、袋ラーメンから始まったんだと思うんだけど、それが進化してカップラーメン開発したじゃないですか。だからそれと同じで、その感謝しますって言葉をね、言うっていうのは、そのひとりさんの教えがすごく画期的なのは、そう、本当に、なんて言葉に出して言うっていうのがものすごい最先端で画期的なんで、本当にだって感謝してますって、今日もね、ちょっと花井さんたちと話したんだけど、なんか感謝しますって、なんつ、まあ、例えばひとりさん感謝しますってみんなに言うんだよって話した時って、なんか周り誰も言ってなかったんだってね。そうで、ほら、なんか花井さんも動画の中でも言ったりしたんだけど、なんつうの、まあ、俺とかマキちゃんとかさ、まあ、うちなんかもそうだろうけど、マルカンに来た時はもう感謝してますが当たり前のようにこうみんなして言ってたから、まあ、最初俺たちも聞いたから、多分、いや、立つってすぐ言えたのって言われて、いや、なんか俺は別にほら、マルカンの人たちみんなすぐ言ってたから、まあ、別に聞いてたからすぐ言えたよって話はしたんだけど、やっぱなんか花井さんとかみっちゃん先生とか、なんか本当にひとりさんが言いなよって言い出した頃っていうのは、多分周り誰も言ってないの、感謝してますって言葉を。だから、最初はなんか言うのがすっごい勇気いったんだってね。だって誰も言ってないんだよ。そうなんですそう、だね。から誰も言ってない想像で言うなると、ほど。なんか、ものすごく、なんていう、言うまでさ、なんか感謝してますって、だって言い慣れてないじゃん。俺たちはだから聞き慣れてるし、感謝しますって何回も最初はね、恥ずかしいかもしんないけど、言ってるうちに多分言えるようになってきて、普通に言えるようになるじゃん。だから、その違和感っていうか、そんなにね、普通には言えたんだけど、でも、やっぱりなんか、花井さんとかみっちゃん先生とかね、その今の社長たちが言うときっていうのは、誰も感謝しますって言葉を言ってないから、最初はものすごく最初の一歩は、なんか、聞いてたんだけど、なんか言えなかったんだってね。そう、っていう話を聞いて、あ、そうな、ふーちゃん。いらっしゃい。なんで、まあ、そういうことでね。で、いや、実はね、今日ちょっといい話だなと思った話があって、ちょっとね、黒須みゆきちゃんここに入ってるけど、みゆきちゃん、どうなの？これ読んじゃっていいかな、逆、俺の方が。あ、まあ、多分声出せないかもしれないんで、ちょっと読ませてもらうね。体験談のね、LINE に、クロスミキちゃんのついてる石巻店さんのね、体験談が入ってたんですけど、感謝してますの私の体験談です。感謝してます。ひとりさんから改めて感謝してますを言おうという話を聞いて、そういえば、マルカンの人たちには言ってるけど、マルカン以外では言ってなかったなと気づきました。それで1日1回はマルカン以外の人に感謝してますを言おうと思いました。かっこできない日があっても OK。 まあ、緩くね。はい。で、不自然にならないようにありがとうございます、感謝してますって言ってみたり、取引先にメールする際に使ってみたり、やってみて分かったのですが、マルカン以外の人に言うのはちょっぴり勇気がいりました。そうなんでね。まあ、確かそれ分かる。でも、それからなんとなく相手の対応が違う気がして、あと、感謝してますを言うために、今まで意識していなかったけど、感謝できることを探したり、かっこ笑い、これからは相手がマルカンの人でも、そうでなくても関係なく、さらっと感謝してますを言えるようになりたいなと思ってます。以上です。素晴らしい。
これはね、本当にいいで、なんかひとりさんもね、褒めてたんだけど、この体験談をね、聞いたときに、いや、ひとりさんね、本当にもう拍手とかって言って、本当にやってましたけど、で、これでね、教えてくれた話があるんですけど、やっぱ感謝してますって言葉に言うと、やっぱ自分もね、その感謝できることとか、感謝することを自分って探し出すんだってね、そう、人間って。そう、だから、なんとやっぱりこうやって口に出して言ってると、自分で探し出すんだって。で、じゃあ、俺は逆のことも聞いたんじゃあ、もちろんね、これはひとりさん確認っていう意味で聞いたんだけど、じゃあ、愚痴泣き言、まあ、批判、悪口を、まあ、全部そういうのも含めてなんだけど、それ、まあ、地獄言葉とかね、そういうことを使ってる人たちって、逆に、そういうことばっかり言ってるから、そういうことを自分で探しちゃうのって言ったら、その通りだよって、まあ、これも確認の意味で聞きましたけど、そう、だから、なんていうか、何が言いたいかっていうと、感謝してます言葉に出すことによって、自分で、この感謝できることを探し出すのよ。そう。そう。で、もちろんね、波動も良くなる。で、感謝してることを探し出したらさ、もっと言葉も言いやすくなる、波動も良くなるっていい、要は、いい循環が、どん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 、こうね、上がっていくと思うんだけど、地獄言葉とか悪口を言ってる人っていうのは、言葉で悪口とか地獄言葉を言ってるから、今度は、なんつ、地獄言葉、まあ、要は、なんか、もっと悪いことを探すっていうか、なんかもっと悪口を言いたくなることをどん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 探して、自分で波動を下げていって、運まで下がるっていうことなんですよ。でね、まあ、なんつうかな、よくね、ひとりさんが、ひとりさん論って自分論って話があるね。で、自分論ってどういうことですかっていうことなんだけど、簡単に言うと、これは、例えば今言ったように、感謝しますとかさ、いい言葉を使ってる人たちっていうのは、いい波動で、どんどん運も良くなるじゃん。これはわかりますよね。そうだけど、地獄言葉を言ってる人っていうのは、勝手に自分で怒ってっちゃうんだよねって。そう。だから、俺たちは、なんつう、正しいとか間違ってるとかって話をしてるんじゃなくて、やっぱりなんつう、なんだ、その地獄言葉言っちゃうともったいないっていうか、自分で運下げてるからもったいないよって言いたいのよ。そう、だから別に批判も非難もね、昨日も言ったけど、なんか、するのはね、別に簡単だと思うよって。でも、それは、言えば言うほど自分の波動を下げてって、自分で運がどん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 下降気味になっていっちゃうの。で、それをほら、俺たち知ってるからもったいないじゃん。そう、だから、なんか本来はだってね、俺たちせっかく縁があったんだったら、やっぱいい言霊を使って、運気も上昇でして、いいことがいっぱいあった方が良かったね、とかさ、お互いにこう喜び合うね、仲間がいてっていうのは、そういうのはすごく嬉しいんだけど、でもなんか、それをさ、こう、縁がある人が地獄言葉とかね、批判とか非難とか言っててさ、で、その運が悪くなってっちゃうから、その、やめなよって俺たちが言うのは間違ってるからって、自分で運を下げちゃってるから、なんか、もったいないっていうかさ、やめないよって意味で、だから自分論っていう話してるんだよって、まあ、それを聞いても私は地獄言葉言いたいですっていう人は、これは何かあるんですか？いや、どうしようもないっていうか、なんかどんどんそういうことをやって、もっとね、なんか人生っていうか人間関係でぶつかって、なんか学びたいことがあるんだなって俺たちは思っちゃうから、だからアイホットっていう話もあるのね。そう、そうなのよ。何か言ってもそっちに行っちゃうんだったら、何か魂が求めてるんだって俺たちはそういう解釈をするのね。そう、だからいいこと言ってもさ、なんかやっぱやらない人っているじゃん。で、それは別に間違ってるわけじゃなくて、そうかってこの人は何かこうなんつう、そういうことを言わないで、なんかそっちの方に行って魂でどんどんぶつかって、なんかこうもっとね、荒削りをしたいんだなって思うから、なんかね、遠回りに思うかもしんないけど、その人なりに何かあるんじゃないのかなって俺たちはそういう目で見てるよって話です。だから正しい間違いより、俺たちはせっかくね、こういう話聞いたらさ、ね、運が下降気味になっちゃうのはものすごくさ、なんかもったいないねと思うから、なんか天国言葉いいなとかね、感謝しますって言った方がいいよっていうね、お話で、まあただ、なんつう、俺たちもね、その、ひとりさんはね、俺一人でも言うんだって話を聞いて、俺も、あ、本当にそうだなと思って、俺も本当講演会で、俺もね、一人でも言うんだっていう気持ちで言ってるけど、俺の講演会なんかね、一人でも言うんだとかってすごい気合い入れて言ってるのに、3回練習しましょうとかやってください。俺は一人でも言うんだみたいな、すごい気合い入れて言ってる。じゃあ皆さん3回練習します。そして会場です。感謝してます。3回言って、すごい。まあね、そんな感じで楽しくやってますけどね。そうで、これはね、皆さんこう結構動画とかね、各お弟子さんたちも言ってくれたりしてるからね、すごくわかりやすい話だと思うんだけど、よくね、良縁の種をまくんだって話もあると思うんだけど、要は、その心のね、畑を耕して、良い種をまくっていう意味なんだよって。だから、
まあ要は感謝しますって一言言うだけで心の畑が耕せて、そう、そしていい種がこう蒔く。でいつも言ってるけど、いい種が蒔かれるんだからいいものが育つに決まってるんだと俺たち思ってるのね。でも今言ってる地獄言葉とかね、その批判とか非難みたいなことをずっと言い続けてる人っていうのは、やっぱりなんていうかな、あの畑のなんて、要は心の畑も荒れてる。荒れてる。しかも蒔いてる種もなんかへんてこな種。いやね、何回も言うけど人間ってすごい力がある。あの、いつも一人さんが例え話を教えてくれる、一人さんの例え話すごい上手だなって思うんだけど、例えば人間がすごい力があるのは、あの、この中でさ、じゃあね、マキちゃん今日ピンク色の服着てるじゃん。じゃあ、みんなでピンク色の服着てる人を見つけてねって言うと、本当にさって見つけるじゃん。それと同じで、だから要は感謝しますっていい言葉を言ってる人は、やっぱ感謝できることを即座に探し出すの、脳が。そうだけど、地獄言葉とか非難とか批判とかね、人のことあいつどうしようもないなみたいなことを言ってるような人は、変な人が即座にそういうことを探し出すから、どんどん波動もね、まあそれに準ずる言葉を言うし、波動も下がるというね、まあそういうのをね、あのすごく分かりやすいと思うんだけど、そうだからね、あの俺たちはさね、せっかくいいこと聞いたらね、すぐやった方がいいよってのはね、そういうすぐですよ、すぐ、無意識っていうか、そうだね、意識するしないっていうか、もうだって言葉に出して言ってる時点でさ、もう多分探し出してると思うんだよね。言ってる人も、こう、多分気づいてないですよね。そうだね。そうだ、やっぱり今までマルカンのこと知らなくて、地獄言葉連発で言ってた人って、本当にそれが、あの、普通の会話なんだってね。そう、挨拶代わりに、そう、何でもね、最速みたいな感じで。そうそう。で、この間も講演会来てた人が言ってたけど、なんか別に会社に不満もないし、あの、特に上司も嫌いじゃないって言うんだけど、何か寄って集まると、なんか会社の悪口、上司の悪口になっちゃうんだって。そう。だからね、自分は辞めたいって言ってたからね、じゃあもうこれからね、ニコニコね、聞き流すだけにし、言わなければいいんだよって話をしたんだけどね。まあそんな話でね。だから、今日のね、昨日忘れてたお話はですね、あの、なぜ天国にね、が感謝してますって言葉を一生に一回言うだけで天国に行けるかっていうとですね、要は、それはね、仏意心が、ある人はね、それで感謝してますって言葉を言えるんだよっていうことのね、お話を昨日ど忘れしておりました。いや、昨日帰ってすぐ思い出した。帰った瞬間、あーとか言った。家に帰ったら。そう、家に帰った瞬間に思い出しました。何かのね、お知らせだと思いますが。はい。今日のね、ここに入ってもらうための、でも昨日のお話も含めて、そう、全まとめてお聞きできたんで、そうですね、そう、だから一応ね、こういうことを知っておけばさ、地獄言葉とかね、そういうさ、批判非難とかっていうのはどれぐらい自分にとって損なのかっていうのが分かると思うしさ、そこも含めてね、まあ選択は皆さんの自由です、そう。俺たちはせっかくだったらね、運も良くなった方がいいしさ、いい方にね、向いてもらいたいっていうことでね、言ってるんであってさ、正しいとか間違ってるからってことではないよっていうのもね、覚えておいてほしい。まあ、だね、だって自分で運が起こっちゃうだけなんだからさ、そこ分かってて教えないってのもやっぱり愛がないと思うしさ。まあそうだね、分かっててやらないのはね。そうね、ということでした。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。感謝してます。感謝してます。はい。はい。はい。じゃあ、ここからですね、はい、ちょっと、感謝してますのお話のね、ちょっと追伸があります。はい、ひとりさんみたいに追伸です。はい、ありがとうございます。はい、ですね、昨日もね、おとといもずっとここ、連日ね、お伝えしておりますが、はい、感謝してますのお話で、昨日もちょっと言ったけど、その、ね、一言でも言ったらね、天国に行けるよって話、あそこでもうちょっと詳しくね、はい、話そうっていうお話があってですね、実はですね、感謝してますを、その、これは、要はね、なんでその天国に行けるんかって話からね、もう一回戻すけど、その要は、感謝してますっていうのを相手に、ちゃんとだから自分以外の相手に伝えるってことです、一言でもね。そう、それを言うと天国に行けるっていうのと、あともう一つあります。もう一つあって、もう自分一人でも本当にこの感謝してますよ世の中に広めるんだっていう人がですね、天国に行けるよってお話がありましてですね、そういうことなんですよ。じゃあ誰かが広めてくれるからいいかじゃダメなんですよ。そう、ダメなんですよ。やっぱり自分一人でも広めるっていう人がちゃんとね、この二つをですね、やっぱり我々なんか分かってると端折っちゃってさ、相手も分かってるって思いで話しちゃうんだけど、やっぱこういうの正確にお伝えしないとと思うなんで、必ず相手に。相手ですよ。相手に一回でも伝える。うん、そう、それと、自分一人でも、世の中に広めるんだっていう人が。
そう、これがね、天国に行けるんだっていうことをね、ちゃんと覚えておいてもらえれば、はい、嬉しいなと思って、ここはね、ちょっと正確にお伝えしようっていうことでね、はい、そう、そういうことなんですよ。相手にポイント出して初めて。そう、そうか。そうだ、まあ今日もね、俺早速ね、ああ、そうかって、俺も本当にそれ大切なことだと思って、今日ね、定食屋のお父さんにね、最初に挨拶したときに、感謝しますって、あれ、いつもありがとうございますって言ったら、定食屋のお父さんで一瞬ね、なんか、えみたいな。1秒くらい間が空いて、空白の時間がありましたが、でも、その後がね、すごいニコってなって、いや、あいつもありがとうございますっていうね、こと言ったんで、そう、これでもね、本当に昨日もあったけど、言い慣れちゃうとすごくね、逆に、なんていうかな、言わないと気持ち悪い。だってね、実践してるよね、オフィス来る時も、感謝してますって入ってくるようになったよね。なんかそれは今まで言ってて、まだイメージだわ。まあさらにな。知ってるから。そうだよな。でも、やっぱり、そう、これもいつもほら、ひとりさんも、みっちゃ先生もね、はねえさんも俺もそうなんだけど、やっぱりなんか、あんまいつも一緒にいて仲良しになるとさ、なんか感謝してますも、なんかあんまり意識しなくなっちゃう。言ってるかもしれないけど、意識しなくなっちゃう。家族みたいな。そうそうそう。だから、まきちゃんでもさ、改めてさ、あってんのさ、感謝しますかって、何言ってるか言ってないか分かんない。もうね、そう、ちゃんと言うようになったんだよ。言ってますから。言ってます。みんなね、なんかオフィスでも言ってる。さあ、でもね、オフィスのみんなもね、なんか前よりも、この話が改めて出たら、前よりもなんかね、感謝します意識して使うようになったよね。しんどそうに、おはようございますって入っていいと思うね。そうかな、そう、ああ、ね、なんかこう、おはようとか。まあね、入ってきたらおはようとかね、なんか感謝します。まあ言うかもしれないけど、そうだね、なんか意識が、そうだね、するとまた改めて俺も違うなと思って。ますます楽しい。楽しいです。楽しいです。まあでもみんなもね、昨日も話出てたけど、マルカンの人たちにはね、なんか感謝しますって言葉を使うかもしれないけど、やっぱ一般の人に使うっていうのは一歩ね、勇気がいりますみたいな体験でも昨日あったじゃないですか。でも、さっきも言ったように、一人でもね、感謝しますを伝えると、本当に天国に行けるっていうのと、相手にね、自分以外の人にまず伝えるっていうのがすごく大切。それと、自分一人でもいいから、世の中にね、広めるんだっていう人です。そう、そう。ね、そうしたら、本当に天国に行く。いう話がね、ちゃんとあったんで、ここは正確にね、伝えようってことなんで、まあ、そのことをね、今日、追伸で、ちょっと入れさせてもらいました。ありがとうございます。皆さん、でも、皆さん、楽しいよ。なんかね、感謝してます、伝えるゲームみたいな感じで。楽しいよね。ゲームしてもいいかも。いや、本当だね。なんか、みんなにね、なんかゲームしてみてもいいかもしれないね。なんか、本当に改めて、いつもさ、普段一緒にいるとさ、逆に、なんつう、普段一緒にいると改めて見てがないよね。そう、でも、なんか、本当に、感謝します、なんかちゃんと言おうって意識しだした時に改めてやっぱ身近な人にもちゃんとね感謝しますを伝えようっていう風になるから、すごいいいと思うね。私も社長とバイバイする時に必ずお互い感謝してますが合言葉というか、この話が出てきてからさらに意識するようになりました。素晴らしいですね。本当だね。だから仲良しでもね、そうやってやってるとね、余計楽しいよねってことでね、ありがとうございます。皆さんもね、ありがとうございました。